まあ、竹内アンナですね、今回は。竹内アンナさ、前回めちゃめちゃ難しかった気がするんだけど。前回なんかジャズっぽかったよね、確かね。なんだっけ、なんていう曲名？わがままみ。竹内アンナの Oh Why Me。中国っぽいんかな。ラストやってみましょう。A マイナーだね。ダンサブルな曲だったね。そう、おしゃれ系な感じで、A メロはキーが A マイナーだったのに対して、サビで E マイナーになったのかな、キーが。で、ちょっと特殊な進行で、この5度のドミナントで溜めて、イコートニックに行くつもりはあったのかわかんないけど、なぜか半音上がるっていう、ここで。この進行してましたね。モーダルインターチェンジかな。ここでモードが変わってます。なのでそこが聞き取れるかどうかっていうのと、あとはまあこれ多分ほぼほぼギター入れるとしたら、まあカッティングの感じで入れればいいと思うので、転調っていうか、まあモードが変わってて、で、多分ね、A メロとサビでキーは違うと思う。A メロとサビでキーは違うと思う。今聞いた感じは。うん。
で、サビとかは、まあ、カッティングで攻めてった方が、まだ無難かな。で、多分、まあ、ありきたりな感じではあるんだけど、結構そのシンセの音がふわふわしてるんで、聞き取りにくい部分はあるかもしれない。うん。まあ、そのぐらいかな。なんで、コード進行自体は、まあ、ループものなんで、そんなに難しくはないというか、まあ、そこまでって感じかな。うん。ただ、そこの転調してる部分と、あとこのモードが変わった部分。ここの部分さえ聞き分けれれば、まあ、あとは割とカッティングで乗り越えられるんじゃないかなって思いますね。うん。でもよかった、なんか、変なジャズっぽい感じじゃなくてよかった。